都市に生きる人の営みは時代とともに変化し続ける。遥か未来に思いをはせながら、東京全体を広い視野で捉えながら、私たちは都市の魅力を高めることで、この国のポテンシャルを引き上げる。 そして、まだどこにもない東京を一つ一つ形にしていく。
少しずつできるようになってるね。諦めないで頑張ろう。疲れた。香織、そろそろ帰る。街を作る、それは何十年もかかる仕事だ。いわば、これから先大変なことがあるかもしれません。辛かったり苦しかったり、
come gathering with the big surprise. Throw on your favorite record that's good to go on the analog table and it's something to know. No.